真由美の大西真由美です。こんにちは。最近本当にね寒いですけど、いかがお過ごしですかね。本当に気をつけてくださいね。今日はですね、最近副業という言葉をよく聞くと思います。そして副業を始めていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるのではないかなと思います。で、何かね、私も副業を始めたいとかね、どんな副業をしたらいいのかわからないという方はですね、ぜひ今日の動画最後まで見ていただきたいと思います。そしてオフィス真由美ではですね、今のホットな情報を毎日動画で配信しておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。改めましてオフィス真由美の大西真由美です。こんにちは。今日はですね、副業を始めたいけど何をしたらいいかわからないとかね、どんな副業があるかわからないので教えてほしいとかね、自分にはどんな副業が向いてるんだろうっていうようなね、お悩みがあると思うんですけれども、今日はですね、そんな方におすすめの副業をご紹介したいと思います。それはですね、銀座丸館の特約店さんというお仕事なんですね。この銀座丸館ってね、何をしてる会社って、そして誰が作ったのっていうようなね、疑問があると思うんですけれども、この銀座丸館っていうのはですね、累計納税日本一というね、ビジネスでもすごい成功されている斉藤ひとりさんという方が作られた会社なんです。そしてね、どんなものを売っているのっていうことなんですけれども、皆さんが幸せに元気になっていただくサプリメントや、そして美しく綺麗になっていただくための化粧品なんかをね、販売させていただいている会社なんです。私もね、こちらの、商品を使うようになって、もう本当にもう10年経つんですけれども、もう本当にね、元気で、そして少し綺麗になってきました。私が出会ったのはこちら、ジョーカー青汁です。こちらをね、特約店さんからご紹介いただいて、本当にね、元気を取り戻しました。もう健康診断の数値が悪かったんですけれども、これを飲むようになってから数値がね、改善しました。そして、もうお肌もね、仕事で疲れで、ブツブツができて、困ってたんですけれども、こちらのねハリピンツヤクリームっていうのと出会い、なんとか綺麗なお肌を取り戻すことができました。なのでね、ぜひそんなサプリメント化粧品というふうに思われた方はですね、ぜひね、下の概要欄のあるお店さんの方からお買い求めください。もう本当にね、びっくり驚くほど自分が元気になり綺麗になりますので、ぜひね、私もなりたいという方はですね、ぜひ下の概要欄のお店さんの方にお問い合わせください。そして、このね、お店をやってておすすめのポイントって何ですかっていうことなんですけれども、それが3つあります。1つ目はですね、もう今からすぐに始めていただけるという、誰でも簡単にね始めていただけるんですね。特に敷金は違いますね、保証金とか権利金とかっていったらお金も必要ありませんし、勉強のために何かお金を出さなければいけないということもありません。なので経験もいりませんし、今からすぐにやってみたいと思われた方はですね、始めていただけるということなんですね。そして2つ目のポイントがですね、もう空き時間にお仕事ができるということなんです。本業もやっていただいて、その空いている時間にね、時間的な拘束はありませんので、自分の好きな時間に始めて販売のお仕事をできるというね、空き時間にしていただけるということなんですね。そして3つ目のポイントがですね、素敵な今ねお仲間さん、現役で活躍してくださっているお仲間さんとつながっていただいて、もうこういうことを始めたらすごく良かったよとかね、こういうことで収入アップにつながったよっていうことをみんなでね、良かったよっていうことを出し合い、そしてみんなでね、収入アップをして幸せな人生を築いていこうというようなね、ことを頑張ってやっている集団です。
なのでね、もう本当に今現役で活躍してくださっている方がですね、20代の方から80代の方まで、そしてですね、もう本当に主婦で、専業主婦で、子育てをしながらとか介護をしてくださっている方から、会社を経営されている方まで、いろんな方がね、携わってくださっています。年齢も性別もそして職業もバラバラの方が皆さんでつながっていただいて、こういうことが良かったっていうようなねことをみんなで話し合いながら頑張っている集団なんですね。なのでね、始めたいと思われる方はですね、ぜひ、そういうお店さんともつながれます。まとめるとポイントは3つです。1つ目は、誰でも今からすぐに始めていただけるということ。そして2つ目がですね、空いている隙間時間に始められるということ。そして3つ目がですね、素敵な仲間とつながっていただけるというね、すごいおすすめポイントであります。ぜひね、この話を聞いてですね、私もなんかちょっとできるかもしれないとかね、始めてみようかなと思われた方はですね、まずは無料の資料請求から始めてみてください。下の概要欄の方から、申し込みフォームがありますので、そちらの方からお申し込みください。そしてちょっと私は苦手なんですという方はですね、京都075-353-9400までお電話ください。私たちが電話でお話しさせていただきます。ということで今日はですね、おすすめ副業ということでお話しさせていただきました。何かピンと来られた方はですね、無料の資料請求から始めてみてください。ということで今日はですね、最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。皆さんこんにちは。今日の動画いかがでしたか。ここからはですね、大西真由美のホットな情報コーナーです。ただいま銀座マルカンで商品を購入してくださった皆様に、こちら斉藤ひとりさん直筆の大開運シールをプレゼントさせていただいてます。はい、こちらね、中を開けるとですね、シールが入っております。お言葉シールが入っております。12月のお言葉はですね、生きているだけで幸せって思える時が一番幸せ。商人は定年がないから一生働けるよ。よかったよかった。人生は気合だ。理屈が通らないこともたまにはあるよね。というこちらの3枚のシールをプレゼントしております。中に入っているシールが毎月ね変わるので、ぜひ皆さん集めてみてください。はい。このねシールの使い方なんですけれども、手帳に貼ったりね、ノートに貼ったり、そして素敵な方にするのもいいですよね。たくさんゲットしてくださいね。はい、ということでね、今日は、毎月変わる大開運シールのお知らせをさせていただきました。こちらぜひ皆さんゲットしてください。はい、ということでこちら斉藤ひとりさんの直筆の大開運シールのご案内でした。また次の動画でもお会いしましょう。ありがとうございます。